まあ愛情はねお金よりも強いか弱いかみたいなねことを一つ例にとってじゃあガス代をお金じゃなくて別の方法で払ってみるうみたいなことを言いましたけどもこれ実はねガス代を払わずに人の愛情につけ込んでまあ人に負担してもらう方法はないことはないんですよ。それはあの昔ね、えー、まああの集金ってのがあったんですよね水道代ガス代電気代って。 あの街の電気屋さんとか、水道係の人がこう集金に来るんですよ。で、えっ、ー、と、私がね、あの空手をやってた時に、その師匠の大山真立先生がね。あの極貧で金がなくって、まあ、奥さんと一緒に暮らしてて、もうその時はあの極真空手で名前を挙げてたんだけど、なかなか社会に評価されなくって。お金はなかったらしいんですよ。で、あの集金の係の人が来てね。 奥さん、すいません。水道代たまってるんですけど、3ヶ月分今日はどうですか少しでも払ってもらえませんかって言ったら奥さんがあ、困ったわと、お金全然ないわと。どうしましょうかって言っあの、増田先生に相談するんですよ。あなた、みたいな感じで。そしたら、うん、払いたいのは山々だが、逆さに振っても金はないな。よし、ちょっと一回りして、その間にお金を作っておくからと言っておきなさい。で、水道屋さんは、 あの別のところに集金を優先して最後に夕方ぐらいにうちにもう一回来てくれないかそれまでお金を作ったからっていう風にあの奥さんにね聞くんですよそしたら水道屋さんがね全く仕方がないな小山先生はみたいな感じで呆れて出ていくんですよでもそのまんまもう大山正スス先生の家には集金に来なかったらしいんですよねこれ本当か嘘か分かんないんですけどもそんなことが昭和の時代には結構あってというのがその集金の人もやっぱりね。 近所付き合い、い長屋暮らししででみんんなが苦しいの分かってるんですよだからまあそこからちょっとお金もらえないなみたいな感じでその集めたお金集金したお金でまんべんなく自分のお金も入れたりとかして例えば大山先生のうちの電気代とか水道代を代わりに払ったりとかしてねそういう持ちつ持たれず困った時はお互いさんみたいなことをしながらその地域っていうのをやってたらしいんですよ。八にに行ってもあのいろいろ買い物した後にね、あら ごめんなさい。30円足りないから、ちょっとキュウリ返すわって言ったら、奥さん、いいよ、持ってきなよ。おまけだよ、いつも来てもらってるからさ。みたいな感じで、会計が結構ね、どんぶりだったんですよね。それは、あの、現金会計だったから、できたんでしょうね。電気代、水道代も、帳面にこうマジックで書いて、それでやり取りしてたんで、あの結構、過不足って出てたらしいんですよ。で、それを、まあ、水道屋さんがかぶるなり、多く出てたら水道さんがもらうなりとかして、なんかね、<laughs> うまいことやってたんじゃないですかね。だから、一定の割合で、 水道代とか電気代とか払ってるにもかかわらずあれの使ってるにもかかわらず払ってくれない人っていうのもいたんですけども普段のね付き合いの中で、うん、まあ苦しい時はしょうがないよねってある時もらいに来るよみたいな感じでなんか割と払わずに住んでた人もいるのかなってことなんですよ。まあ、もちろんそれはね本当に意図的に払わない人に対しては水道屋さんとかもわ分かるんでもうサービス止めるよみたいなことしたりとかね もう家賃が払えないんだったら出てってもらうよとかいうのがあったんですけどもでも気に入られてた大家さんとかに気に入られてたら家賃が半年貯まってんのになんかねあの売れない漫画家さんとかはあんたしょうがないね出世払いだよとか言ってねラーメンでも食べるみたいな感じで逆になんかね期待されてあの家賃のところか食事代送ってもらったりとかねまあそういうこともあったのかなというとこですね だからこの世の中デジタルになって人に会わなくても人と関わらなくてもやっていけるようになったことによってこういうふうなどんぶりっていうのがなくなってきてねうんまあもちろん平等で後編になったのかもしれませんけどもその辺でもその分だけ失われたものがあったんじゃないかなと思ったりね思わなかったりですねあと一つね物はは変変わわらなないいけど人は変わるじゃないですかだから裏切られたりとかなんだりで信用できないって考え方ももちろんあるんですけどもここもね私逆説的に思ってて 人は気持ちが変わるるるかかららこそ信用でできるとも言えるんですよだから今は分かり合えなくてももしかしたら5年10年20年とお互いの人生を積んだ時にあの頃はお互いにあの早とちりしてよねとかっていう感情もあるのかなと思うんですよ。あとはやっぱりねここなんですよね人が変わるってことが信じられたらいさかいとかなくなるはずなんですよ。まあ、例えば離婚問題とかも結構ねあの30%ぐらい離婚するとか言われてますけども現象を捉えれば。それは逆に言うと 短期的ないかいをもうすぐに、えー、まあ騒動に発展させて生産しちゃおうみたいなね短絡的なところで人は変わるってことを信じられたら10年とか20年とか30年みたいなスパンでねお互いを見ていこうかなっていう風な緊持ちものになると思うんですよね。まあ、そしたらないろいろあったけどもあの時はカーッとしたけども一晩経ってみたらなんかやっぱり仲良くしたいよねみたいな気持ちがやっぱり揺り戻して起きてきたりとかねなんかそういう風な人を信じるってことが何でできるかっていうと人は変わるからなんですよね。 変わるから信じられるのとも言えるけどもでもやっぱこう変わるからこそ信じられるところもあるのかなというところでございますまあねえいこになっても意地悪になっても素直になれなくてもやっぱりでも元々はこうだよねとかって考えられることってのはあるのかなと思うわけなんですねはいというところでちょっと逆説的にものを考えていました人は変わるるかからららこそだから信じられるっていうこと,と やっっぱりお金じゃななくても払う方法はまあったなと今はちょっと無理かもしれませんけどもねなんかあるんだろうなというところをね無理やりちょっとお話にしてみました。